はい、こんにちは。4回目ですかね。1回目はダウンの練習ね。2回目はダウンアップの練習をして、3回目はピックのちょっと持ち方の話をしました。で4回目は、ダウン、またダウンアップで右手と左手をタイミング合わす練習をしたいと思います。使うのは人差し指と中指、4弦の開放弦のソー、ソーラーソーラーラシラシ、段が変わりまして、ちょっと順番間違えたんやけど、シラシララソーラソーね、ソーラソーラーラシラシシラシララソーラソー、これをまずダウンで、鳴らしますね。弾くのと同時に押さえますね。でまた弾くのと同時に離しますね。こういう感じね。で右手は弾いて戻して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 ね。でここまで用意してから弾いて戻して弾く瞬間に、上げますね。で弾く瞬間に上げますね。先押さえたり先離したりするとこういう風に音が短くなってしまいますので、次が難しいんですが、ダウンアップで同じことをやりますね。で今はダウンだけで合わしましたけど、アップと左手を合わすってすごい難しいことなんですけど、これも落ち着いていきましょう。まず右手はダウン弾きますね。ソーダウンで弾いて、でここでピックじっとしますね。ここでピックをじっとさせて、次アップを弾く瞬間に、押さえますね。こう来て押さえる、押さえる瞬間、引く瞬間に押さえますね。でまた置いといて、こう来て引く瞬間に中指を押さえますね。引く瞬間に押さえますね。で今度は引く瞬間に離しますね。引く瞬間に離しますね。こう来て引く瞬間にタイミングを合わせて、こういう感じですね。これもやっぱりタイミングが合わないとこんなことになりますの で、あともう一つ気をつけることは、右手必ず前やったようにこう止まってくださいね。こう弾いた後にピタッと止まってないと絶対タイミング合わせられませんので、よくなんかこうなったままやろうとすると絶対これ左手と右手とタイミング合わせることできないので、必ずこう止めるね、一個ずつこうピタッと止め、こういう感じの動きで合わせてみてください。でうまくいくとすると思います。練習の仕方として、あとリズムをね、これタタ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 のリズム、それから、タタ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 だ、要はその前が短いパターン、それから前が長いパターンで、それから、前と後ろが同じ長さ8分音符ですね、3種類されるといいんじゃないかと思います。素早く押さえる練習ね、これで、これはどっちかというとこの我慢する練習ですね。こう先に押さえてしまうとこうなるので、左手が先走らないようにするための練習です。十分伸ば
ばしてからこう、ね、まあ、その2パターンを練習してから、最後に右手をこう2等分しといて、ね、するとうまくいくと思います。慣れてくるともうちょっとスピード上げて、ぐらいを目指してね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。